はい、おはようございます。本舗ひろはるです。ですね、ちょっと、事件がありまして、先週、車検、で、今このトラック、車検に出してたんですけど、月か2日間でね、車検終わって、で火曜日のですね、まあ月火で、台車に乗ってたんですけど、で台車から、荷物を移して、で、まあ、ちょっと車検にね通らない、ね、あの僕の動画見てもらったりとか、TikTok 見てくれてる、ね、インスタ見て、インスタは多分上げてないと思うんですけど、見てくれてる人とかも分かると思うんですけどね、マーカー変え取ったりとか、ちょっと車検にね通らないものをつけてたりね、するんで、ちょっと、まあ、パーツを外してて、でまあパーツをね、何時だったかな、夜の10時ぐらい、車庫に帰ってきて、9時10時だったかな。んでまあ一番後ろのねマーカーとね、すぐつけれるものをねちゃちゃっとつけて、でまあまたね時間のある時に他のマーカーとかねちょっとつけようかなと思ってたんですけど、でまあつけ終わって、でさあ帰ろうかとね、もう家に帰って、まあ次の日も仕事なんでね、荷物も移し替えとったら、もう帰りましょうと、ね、帰ろうとしてたんですけど、ちょっとね違和感に気づいて、ちょっとそれを、ちょっとね動画撮れなかったんで、ちょっと急遽ちゃちゃっと写真だけ撮って、あれしたんですけど、ちょっと動画撮るの忘れてまして、夜だったんでねちょっと暗かったのもあって、で、まあ、次の日の朝でも撮ろうかと思ったんですけど、ね、ちょっとまあ乗り換え、また乗り換えっていうことになったんで、でまあちょっといろんな事件的なものが起きましたので、今ちょっと今これ治って、帰ってきて、まあその次の週の月曜日なんですけど、ちょっと1週間もう丸々台車乗って、トラック、修理に出してました。でまあちょっと写真を、見てもらおうと思うんですけど、こんな感じでございます。ということでね、サイドバンパーにね、傷が、入ってました。でもちょっと、ね、今治ったんで、ちょっと、トラックをね、見てみたいと思います。帰ってきてみてね。よいしょ。あるかな。この辺にね、傷が。あったと思うんですけど、綺麗に一応治ってる感じですね。で、ここがね、ヘッド、まあ、トレーラーなんで台車と、まあ、ヘッドで、これがヘッドを90度折った時に、ここですね。ここも綺麗にしてもらったんですけど、ここが、ちょうど90度折ったらサイドバンパーに当たるんですよ、ね、で当たるんで、まあ車検の時に、当てたんじゃないかと。これもちょっと向こうに曲がってたんで、もう完全に押してる状態だったんで、90度以上持ってないと当たらないんですけど、まあこれも綺麗にまっすぐしてもらって、で塗装もね、まあ、塗ってもらって、綺麗にしてもらって、でサイドバンパーもね、この辺かな、この辺かな。
して、塗装したんじゃないかと思われます。綺麗になってるかな、ね、傷がなくなってると思うんですけど、まあ、そんな感じで、よいしょ、よいしょ、てな感じで、ちょっとね、まあ犯人は誰やっていうのもちょっとあれなんですけど、まあ、僕も帰ってから、まあ、うちの整備のもんもね、ちょっと車検終わり の点検やらで、まあ、うち僕のトラックを動かしたのは動かしたんですけど、まあそこまで曲げる必要性のない車庫なんですよね。で僕もここ帰ってきた時はもうここの定位置にもトラックが止まってまして、僕はもう全く動かしてないし、僕もね車検の前に、見てるんで当たってないし、当てた覚えもないし、そんな90度以上曲げることもないし、まあ前進の時に90度折るってことめったにないんですよ。本当にもう U ターンする時ぐらいしか90度折らないんで、U ターン僕はあまりね、交差点とかで U ターンってあんまりトレーラー結構してると思うんですけど、僕はあんまりしなくて、まあ、なるべく無理なく、向き変えてくるってね、交差点曲がってぐるぐるっと回ってこう向き変えてくるんですけど、なかなかこうトレーラーがねこう90度こう折った時にね、こうここがね、こう折った時にこう当たっちゃうってね、ここね当たっちゃう、多分そんな感じで、多分ディーラーさんじゃないのかなと、ね、いう感じはあるんですけど、まあ一応ね直してもらったんで、僕のトラックじゃないんで、僕のトラックというかね会社のトラックなんで、あんまり僕が言っても仕方ないんですけど、まあ、ちょっと、TikTok でもちょっとね、再生回数ちょっとバズってるんで、僕もそんなつもりで、まあ、上げたつもりなかったんですけど、まあ、ちょっと、トラックね、せっかくね、乗らせてもらっとるのぶつけられたっていう、自分がぶつけたんだったらね、すいませんってなるんですけど、やっぱ人にぶつけられるとね、ちょっと、やっぱし、なんかちょっとショックっていうか、本当になんか、ショックで、うわ、せっかくで、まあ、綺麗には乗ってないんですけど、ね、結構忙しくて帰ってもねすぐ帰って洗車もほとんど最近できてなくて、洗車もして洗乳液飲んでですけど、なかなかねそのタイミングが、洗車場もね帰って、僕らガソリンスタンドとかで洗車できないっていうか、ガソリンスタンド寄らないんですよ。会社にインタンクあるんで全部会社で継ぐん で、まあそういうのをね会社で洗車できるときにちゃちゃっとできりゃいいんですけど、やっぱ帰ってくるのが遅いし、で僕らも次の日も普通に仕事を、ね、同じ日に同じ時間に出てきて、ね、同じように仕事するんで、ただ時間が長いか遅い早いか、早く帰れるか遅く帰るかっていうだけの話で、まあちょっとね今もう3月繁忙期に近い状態で、まあだいぶ忙しくなってきてると思うんですけど、まあ久々の動画でこんな動画上げるのもどうかなと思ったんですけど、まあね車検前にはね皆さんもねトラック一周写真なり撮るなり、何がどこでどうあるかわからないし、まあ、ちょっとねドライブレコーダー入ってるんですけど、まあ、ちょっと会社にちょっとね車検とか修理出すときドライブレコーダーカード全部抜くんですよ、うち、まあ、ちょっとなんか他人探しじゃないですけど、いざっていう時にね、こう、保険が効かない、でどういう風にするか、でもしその自走中、ね、陸走中に、ね、会社まで取り来てもらって、でそのディーラーさんに持っていく間に何かあった時のこと考えたら、ちょっとドライブレコーダー、ね、ちゃんと動いとる方がいいんじゃないかと。まあ、常時録画と、うちのは衝撃録画、まあね、何かあった時の録画2つカードが入ってるんですけど、
まあ、常時録画もうずっと録画されとるんで、まあ、それはもう常に入れとかにはダメなんじゃないかなっていうね、カードの紛失っていう問題もあるかもしれないですけど、いざっていう時何もわからない、ね、うちの防犯カメラ、会社の防犯カメラ見てもね、画像が悪すぎて当たっとるかどうかもわからんと。で、あのディーラーさんとこの動画見ても、あの防犯カメラ見ても、その傷が最後に出るときに傷があるかどうかがわからん、画像が荒すぎてわからんっていうね、いう状況なんで、もう折った瞬間はね、あのミラーのカメラも両サイドついとるし、ね、あの首折ったとこもわかるし、で前のカメラもついとるし、で、まあ、そういうのちょっと言っていこうかなっていうので、ね、ちょっと今ずっと考えてて、まあちょっと今日ちょっとね、この後言ってみようかなと思ってます。まあ一応ね、無事帰ってきてね、トラックちょっと違ってたんで、あんまりちょっと騒がしくするのもあれかなと思ったんで、まあ一応綺麗に帰ってきたんで、昼間見てみんと、昼間っていうかね、朝見てみんと僕もわからんし、まあ、昨日土曜日の夜見て、あれしたん、綺麗に治ってるなとは思ったんですけど、まあ下手くそじゃないけどね、板金でも綺麗に板金しないところもあったりするんで、塗装とかちょっとしっかり見てみようかなと思ってね、ちょっと昼間っていうか朝方にちょっと撮らせてもらいました。まあそんな感じで、TikTok でみんなにね、いろんなコメントいただいて、ちょっといけないですねとか、ちょっと腹が立ちますねとかっていうね、コメントとか今いろいろあったんですけど、まあ僕もね、腹は立ちますけど、まあ直してもらえるならね、いいかなという感じで、全くね、僕がやってないのも確定役なんで、そこは大丈夫だと思うんですけど、まあこういうこと人間なんでね、こういうことあったりするんですけど、ただ単に当たったことを内緒にしてそのまま納車されとるっていうところが、僕がまあそこがちょっと腹が立ってて、右側なんで、運転席側なんで、ね、折ったら運転席、運転席がここだとしたら、ね、見れるはずなんですよ、ここはね、バックショーの時に見てるはずなんですよ、当たっとるのが。どこ見てたんだっていうね話になってくるんで、まあ反対側ね、この助手席側折ったところで見えんかったって、ミラーしか見えんすからね、基本的に見えんかったって言うんだったら分かるんですけど、運転席側なんでね、なんかちょっと、動かした人間がまあ黙っとったんか、気づかれんだろうと思ったんか、まあ、ちょっと分からんのですけど、まあキャリアカーは特に折れないんで、結構なんかよそのトレーラーは、ね、結構90度以上なんか折れるみたいな、話も聞くし、ね、動画見とってもなんか結構折ってる人も結構いたりするんですけどね、僕ら結構台車との感覚は狭いんで、なかなかその辺が難しいとは思うんですけどね、まあそういうことがありましたという動画をね、久々に動画上げるのにこんな動画でいいんかなとかって思うんですけど、ちょっとねずっと忙しくて動画撮れなくて、まあ、ちょっと個人的な忙しさもちょっとあったんですけど、まあ、ちょっとね、またぼちぼち動画ね上げていこうかなと思ってます。まあ皆さんもね、ほんま車検出す時にはいろいろ気をつけて、ここに傷がなかったとか、ここに傷があるかどうかって、ね、ぐるっとトラック一周して、ね、再度確認してから車検に出す、まあ一番いいのは証拠を撮ってね、写真とかね、で何があるかわからないです、何があるか日頃からねちょっと、写真を撮っておけばね、車検の前に撮っておけば一番いいんですけど、なんか撮っておけばここに傷なんかなかったよって言えるし、そういうのをちょっとやってみてはどうかなと思います。こんな感じで、今日ミーティングがあったんですけどね、僕は明日ミーティングなんで、今日は
そんなに早く来る必要性はなかったんですけど、ちょっと早く来て、動画撮ってます。まあそんな感じで。またね、これから少しずつ動画上げていきますんで、よろしくお願いします。ちょっとね、写真で本当すいません。動画撮りたかったんですけど、全く撮れなかったんで、また、忙しくなくなったら、やりたいと、ちゃんと動画を、ね、撮っていきたいと思います。それではね、チャンネル登録と、よろしくお願いします。では、またの次の動画でよろしくお願いします。それではありがとうございます。またです。ポチったな。